ということで今夜ですね、泊まるホテルにやってまいりました。もちろんビジネスホテルなんですが、こちらですね、私、鹿児島のビジネスホテルなんですけどね、楽天トラベルって、楽天さんがやってるね、インターネットサイト楽天トラベルっていうのがあると思うんですけど、あそこの限定プランで申し込んでですね、通常5000円のところをですね、楽天ポイントというのが私持ってまして、溜まってたんで、それを使って、このホテルに決めた。で、なんでこのホテルにしたかというとですね、シングル、部屋のね、部屋はこう、普通のね、感じなんですが、こちらのホテルはですね、全部、じゃん、見ていただくと分かると思うんですが、これ、LAN ケーブルですね。要するに、インターネット完備。で、液晶テレビも完備してると。ね。そういうね、ところ、割引を適用してですね、私、4500円、泊まらせていただくと。そしてですね、こちら、見ていただきたいのは、この眺めでございます。じゃん。どうですか？これ、桜島がこうやって見えちゃうんですよ。ねえ、ちょうど桜島行きのフェリーが出てますけどね。これ眺めも最高。非常にね、これで4500円で1泊できるという非常に安い、素晴らしいホテルでございます。はい、ぜひ皆さんもですね、鹿児島に寄る機会があればですね、こういうホテルを予約してみてはいかがでしょうか。ということでですね、夜になったらですね、イルミネーションの方、ね、撮影に行ってみたいと思いますんで、皆さん、イルミネーションお楽しみに。はい、ということでね、いろいろ見てもらいましたが、いかがだったでしょうか。月、火、水、木、金曜日、今日金曜日なんですけど、5日間にわたってですね、九州を巡って、いろんなところのイルミネーションをね、皆さんに見ていただいたわけでございますが、どうだったかな？楽しんでもらいましたか？ねえ、これ意外に辛いですね。やっぱね、何が辛いってね、一人なのが辛いっていう感じですね。もう誰ともね、話し相手もいず、今回の旅で話し相手になったのはですね、あれですね、熊本の、夜ですね、キクマインドの家でですね、キクマインドとですね、キクマインドのお母さんとお父さんとですね、混じっていろんな話をですね、させてもらいました。ただいかんせん、この味噌じとりマインドはですね、やはりと言ってもいいんでしょうが、早く結婚しなさいと言われる というようなですね、ことになっておりました。はい。唯一ね、話したのはそれぐらいなんですよね。あとはね、もう本当話し相手がいないのはやっぱ辛いでございますね。一人で、一人旅、もう悪くはないと思うんですけど、一人でっていうのもなかなか辛いもんがありますよ。皆さん、いろんな人と旅を一緒にしてみた方がいいんじゃないかと、個人的には思っております。はい。でもね、この番組がみんなに楽しんでもらえてるんだったら、それはそれで OK なんじゃないかなと思っております。ということでですね、今後もね、いろんな、情報配信、ね、インターネット使って行っていきたいと思いますので、皆さん、とりまいの .com、これからも応援よろしくお願いしますね。ということで、いつも心に Love and Peace、とりまいのでした。バイバイ。今回の視聴者プレゼントはこちら、西郷さんです。ほら、いっぱいでしょ。こちらの商品が欲しい方はこちらまでご意見ご感想を添えて応募してください。今回で九州一周の旅は終わりです。さて、トリマエンド、次はどこに出没するのでしょうか。いついつもも心にに ラブ&&ピーピース。劇団ピューパーでした。9月に公演あります。よろし よろしくー。くー。